キャラ系 VTuber の唐辛子くらしこです。世界に元気を届けるというわけで、今回ご紹介する商品はこちら、元気の源ゴーゴーカレー今日から。はい、こちら、ゴーゴーカレーのレトルトを今回紹介していこうと思います。まずゴーゴーカレー、ご存知ない方いらっしゃらないとは思うんですけども、こちらのゴーゴーカレー、なんといっても金沢カレーブームの火付け役を担った、商品でございます。そもそも金沢カレーというものがどういうものかというと、成り立ちとしては主に金沢市を中心とする石川県のカレーライスだそうです。老舗店では50年以上の歴史があるものなんですって。現在の金沢カレースタイルが確立していたのが1963年、ステンレス皿にキャベツ、そしてソースがかかったカツが乗っかっているといったものですね。私もですね、店舗の方にゴーゴーカレー食べに行ったこと1回だけあるんですけれども、どういった味かちょっと改めてレトルトを食べてレビューしていこうと思います。もちろん辛さは今日からなかなかに辛いんじゃないかなと思いますので、早速作って食べていきましょう。はい、できました。すみません、ステンレス皿がありませんでした。キャベツとソースがかかったカツは用意できたのでいいんじゃないかなと思います。カレーの色がですね、だいぶ黒いですね。これは今日からだからかな。匂いはバッチリカレーです。まあ、逆に言うとカレー以外でもない、なんか特徴的な匂いっていう感じでは今のところないですね。美味しそうなカレーの匂いがします。では早速、ルーとご飯で食べてみましょう。いただきまーす。お、美味しい。めっちゃ美味しいな、このゴーゴーカレー。いや、ただ なんだろう、いつも食べているカレーと味わいが全然違う。なんと言えばいいか、すごいお肉の風味がきますだとか、野菜の旨味がきますだとか、そういった特徴的なところがガンとくるというものではなく、ものすごくいい意味でフラットな味です。すべてが調和している。なんて言うんでしょう、野菜のカレーとかお肉のカレーといった表現ではなく、ゴーゴーカレー味のカレーソース、これが一番しっくりきますね。美味しいですね。さて、それでは今度はカツをカレーにつけて食べてみようと思います。いただきまーす。さっきとカレーの味わいが変わった。なんだろう、先ほどはすごいフラットな味とお伝えしたんですけども、これは七変化してくる味ですね。先ほどはゴーゴーカレー味のカレーライスを一口食べたんです。今はゴーゴーカレー味のソースをカツにつけて食べたんです。すごい伝わりづらいと思うんですけども、キャベツも食べてみようと思いますね。あ、やっぱりそうだ。あのですね、キャベツを食べるとゴーゴーカレー味のドレッシングソースをつけたキャベツになる。要は先ほどフラットな味かつ、全てがまとまっている味とお伝えしたんですが、全てが調和している味だからこそ、一緒に食べる食材によって味わいが一変します。これ美味しいですね。確かに癖になる味です。辛さに関しては今3口ほど食べた感じで言うと、ちょっとだけ辛みは強めですかね。激辛激辛っていう感じではないんですが、口に運ぶごとに辛さが蓄積されていって、食べ終わる頃には、ほんのり汗をかいているんじゃないかなっていう感じの辛さです。蒙古タンメン中本とか本当に辛い味ですよというのを売りにしている商品が苦手な人でもギリギリ食べれるかなっていうぐらいの辛さではあるので、とても美味しくいただけるんじゃないかなと思います。めちゃめちゃうまいなこれ。私があまりご飯を食べれない人なので、ご飯少し少なめに盛っているんですけども、本来こちらのソース、裏面に書いてるものを見ますと、濃厚なカレールーですので、ルーとご飯の割合は1:2がおすすめですと書いてあります。ですので、こんなご飯少なめではなくて、がっつり大盛りを食べれる味ですので、ご飯いっぱい食べたい人なんかにもおすすめですね。いわゆるこれがゴーゴーカレーのカレーではなく、ゴーゴーカレー味のゴーゴーカレーなんでしょうね。何言ってんですかね。それでは、残りはゆっくり食べていきまーす。はい、というわけで元気の源ゴーゴーカレーでした。いやー、美味しかったですね。
テンポで食べるカレーってなかなか私ココイチ以外あんまり行かないんですよ。テンポいっぱいありますし、10辛もありますし。ただこのゴーゴーカレーなかなか美味しかったので、また今度テンポに食べに行ってみようと思います。もちろんレトルトもすごく美味しかったので、ぜひ皆さん店舗が近くにない方はレトルト買ってみて、お家で金沢カレー、ゴーゴーカレーを再現してみてはいかがでしょうか。それでは、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。チャンネル登録、高評価、ベルマーク、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。また見てね。